お疲れちゃんです、ラットです。今回はですね、平均コストが 2.8 のスケルトンラッシュデッキっていうことで、まあ、こちらになりますね。はい、っていうやつのスケアイスピですね。まあ、プリンフキアの、まあ、枯渇させつつ、まあ、スケアイスピの入った、まあ、スケラフリーズの、まあ、4スペですね。まあ、スケラデッキだったら、まあ、結構よくあることなんですけど、まあ、4スペデッキで、まあ、めちゃくちゃ高回転なんで、毎回のスケラの攻めで毎回フリーズを打っていけるっていうのが、まあ、結構強みなところであります。はい。ってなわけで、とりあえず1本目にあのリプレイを見てほしいなと思って、結構やったんですよ。ミラー入りのもやって、なんかね、ミラーある方がいい時もあって、ミラーなくてもいいような時もあって、みたいな感じで、正直なんかまあどっちでもいいみたいな結果に至りまして、まあここですね、この相手迫撃なんですけど、これに勝てたの、これが結構いい試合だったから、久しぶりにね、まあリプレイも大事かなと思いまして、まあ1本目はい見てほしいなと思います。よいしょ。ってなわけで、まあスケアイスピあるからどんどんカード回していけて、まあ、相手5打ったんでね、こんな感じでもうちゃちゃっと攻めていって、でこのフリーズ、まあ、いいのか分かんないんですけど、さすがにあのコウモリも余ってたし良くないかなっていう、まあ、ちょっと攻めすぎたかもしんないんですけど、まあ、ちょっとぐらい攻めすぎてもね、結局回転早いので、まあ、なんとかなるっていうやつで、でここの間のディガーは多分プリンセスを処理しようと思ったけど事故ったみたいな、この煽りは、まあ煽りというか、まあ挨拶ですよね。はい、挨拶なんで特に気にしないでください。はい、で結構スケラデッキってクロスとか迫撃が苦しいんですよね。その盾がない、まあボーラーとかのあっちだと全然変わってくるかもしれないんですけど、結構高回転系なスケラデッキだとこういう迫撃のターゲット取れないので、まあえて迫撃のダメージを受けて、そのユニットでねしっかり迫撃をこんな風に壊していくっていうのがすごい大事ですね。でこの毎回このギャング読みロリババをやってるんですけど、多分一回も成功しないんですよね。はい、てなわけで、相手があのアウトローとかギャングとかアーチャーとかコウモリとかもう小物だらけで、プリンとかが無双するってするんですけど、スケラが入んないんですよね、その分。まあ、だけどあれですね、もうスケラにじゃフリーズにダメージね効果が加わったので、まあ、これが強いですね。フリーズ防衛なんですけど、これで相手に140ダメージ稼げてるので、よいしょ。でスケアイスピーとかをうまく使って、まあ、ディガーを処理していきますね。でこれすることないから、でまあ一回あロリババしないんだ、このプリンでけどここでまたフリーズですね。まあスケラがちょっとぐらい、本当にちょっとかもしんないんですけど、本当にちょっとでも打ってあげるのが大事ですね。で、ここのスケルトンとかで、このフキアを延命してあげて。OK。やばい。よーし。で、まだ600なんでね。これ相手がラッキーですね。5を。まあ、攻めたいのはわかるんですけど。でもこれフリーズで。チョキンで終わりですね。チョキンで。で、おじいじい。って感じで、まあ、迫撃には。めちゃくちゃしんどいんですけどね、迫撃なんかこの形だと。で、ミラーのやつも、でも、そんないい試合じゃなかったか。なんかね、まあまあまあ、いっか。はい。ってなわけで、まあ、ミラーがあると、あれなんですよ。アイスペの枠を僕はミラーでやってたんで、5スペになっちゃうんですよね。もう、鬼カードが回んないんですよ、あれ。だから、さすがにやめた方がいいかなっていうので、まあ、今回ね、はい、まあ、普通な感じの超高回転なスケラデッキってなわけでね、さあやっていきたいと思います。
けなわけなんですけど、まあマッチング待ちですね。でこれ何がしんどいんだろうな、てか何がしんどいというか何に相性がいいんだろう。まあ回転早くてプリンとか吹き矢がいるから、相手がザップ系のデッキだと、まあ結構、まあ、結構いいんじゃないと思うんですけど、言うて最近やっぱロリババとかポイズンとかも増えてますし、やば、人の話聞いてないや、もう全然ロリババでもポイズンでもないですね。これ26ですね、26だ。テンプレー、これ相性いいんじゃないですかね。スケフリでなんか毎回チムチムダメージ稼いで、なんか全然違うやん、全然違う。これザップとかだとめちゃんこだるいっすね。これあれだな、ホグフリだ、フリーズだ、厄介だ。まあまあまあ、コウモリかガゴ、あこれやばい、奇跡の生き残り。あいやー、あーちゃん、まあまあまあ、これはねキング起動してるから。でここで攻めますか、プリン残ってるから。いや届かねえ、これ吹き矢でチマンチマン、オッケー、これ地味に吹き矢が入るんじゃない。あーまあ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 、悪くないですし、これはめちゃ相性いいと思いますね。今プリンない、これ多分あれだ、一回我慢する、一発一発痛いけど許容っすね。はしまいプリンはロリババで処理、何回ってないっすね。まあミニペッカが相手は腐るかな。ここでも攻めてアーチャー、よいしょ、このスケで受ける、オッケー、まあ、このスケフリだけで結構ダメージ入りますからね。やばい、ロリババ君咳がやばいマジやばい、お待て、避けた、優秀すぎん、これ相手だもん、苦しいっすよ、結構苦しい。これアーチャー取ってるな、フリーズされるからアーチャー出さなかったっすね、相手うまいな。けどまあ延命しましたね僕は。これ吹き矢でプリン処理して、あやばい、シュシュッと、待って、トルネが下手すぎた、やばい、落ち着け、大丈夫、全然もうこのままちまちまいけば絶対勝てるから。やばっ、まさかのロケットやんっていう話。これはもうね、今ウッドサイドからフリーズします、オッケー、オッケー、勝った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 、よいしょよいしょよいしょ、もうね最近これお気に入りスタンプバルキリ最近お気に入りなんですよねこれ。よし、さあラストワンいきますか。これ珍しいですね、ロケットとかあんま見ないんですけど、あんま見ないけど惜しいですね。アーチャーで多分スクラ対策をしてる感があるんですけど、言うてフリーズが最近多いから、アーチャーとか吹き矢入れててもみたいなとこありますよ ね。難しいですね、フリーズスケより多いからな、その結構スケーフリーに対してのメタが、まあ、三重子とか、クロスとかなんですけど、あとはディガポイロケット、あの外役デッキなんですけど、クロスが意外とあの、最近のスケーフリーが結構、なんか、ユニット重めなボーラーベビドラとか、結構硬い系が多いんですよね。だから、クロスも意外と余裕じゃ多分なくて、まあ、多分上手い人だったら勝つと思うんですけど、で、あの、ディガポイロケもガチのスケラーメタなんですよね。ポイズン防衛してロケットでいいんですけど、これまたあの、なんかね、結構アイスイズアイゴレの墓石とかのスケラーだと全然楽勝なんですけど、やっぱボーラー、ベビドラ、インドラってなってくると、
あのユニットのカウンターがやばいんですよね。もうユニットの4、5体のゴリ押しで押されちゃうんで、スケラニポイズン打ってもそのタワーにロケットとか打ったらもうね、もうほんとユニットだけのゴリ押しとかで結構押されちゃうから、意外とね今のスケフリがなかなか厄介なんですよね。今でも相手あれザップ使ったな。オッケーからのこれ左側にスケラだな。でこれガゴ来たらフリーズ、あーやばい、待って忙しい、これフリーズできねえ。まあ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 、これはキング起動して、まあ、そりゃそうだな、絶対来るよな、こんな痛えけど、まあ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 。呪文字、呪文字映画見たなこれ。いやいやばい、相手あれだな、ペッカだな、ガゴがヤンキーみたいな、だるいな。でポイズンだから、でもここでスケラ打っとけば相手はポイズンボーイしてくれるんですよね。はい、ポイズンボーイかも、してこんのかよ。これだって美味しくね。あ、今しとるやん、どうした、すんかいっていう。あー、なるほどね、これ多分右ちょっと許容して左の方がやばい。痛い。で、エレキかな、エレキかゴーストか当ててくる。いや、また美味しいんだけど言うてだるいんすよね。コスキフリやって、ガゴだったらフリーズ。で、これ誘ってるみたいなのがあるな。で、まあ、ポイズンか。うん。まあ、言うて。全然ダメージ的には追いついてますからね。ここで多分言うのかなんか来るんじゃない、今度かい。待って、回転早い、こっち。これアイスピで、近場で。オッケー、回転が優秀。相手はもうここでガゴで、ポイズンボーイは。おい、おいしい。絶対すると思った。ここ一回スケラ我慢ですね。相手も絶対フリーズしてくると思って今。よし。おいしょ。来た。勝った。これもね、あの、2周目吹き。あ、待って、しちゃった。そうしちゃった。あ、待って。落ち着いて。やばい。待って。俺がしちゃった。ああーでも美味しい、痛い、やばい。ちょっと待って、でもこれ ISP で止めて OK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  いいよ、完璧。え、待って、違う、痛い、これゴーストでだるいな。あ、待って、ミスった。あ、待って、ミスった。やばい、大きい声でした。待ってー、やだ。最悪だ。これ、勝てた。これ、絶対勝てた。まあ、負けてないもん。あー、有能だわ。有能ちゃん、フリーズしたのに。やば。これ見たくなかったら、マイナス40って。マイナス40痛いわ。いや、これなー、マジでやったっすね。もうちょっと最後フリーズかけなくてよかったのと、ポイズン防衛したから焦った、始まりプリンで死んだから4コスと7コス最後にしてたんすよね。もったいない。はい、ってな感じですね。でもめちゃくちゃ高回転で多分結構使いやすいかなと思うんでね、ぜひ使ってみてください。というわけで終わりにしたいと思います。はい、よければねチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。